はい、暇つぶしの館です。今回なんですけど、チャーハンを作っていきたいなと思います。はい、チャーハン完成です。こんな感じになりました。いただきます。シーチキンとか入れたらもっと良かったかなと思うんですけど、シンプルなチャーハンになりました。ということで、今日は結構話すネタが多くて、コメントで杉山さんはっていうコメントがあったと思うんですけど、気がついたらチャンネルソララの動画が全部非公開になってて、杉山本人に聞いたら、こんな感じで返事が来ました。YouTube の理想と現実の違いっていうか、僕個人的には YouTube に興味がありますっていう人は極力協力はするんですけど、休止するかどうかっていうのは別に僕はどっちでもいいんじゃないかなと思います。まあ YouTube 始める前と始めた後で、まあ、YouTube に対する考え方もだいぶ変わってくると思うんで、もしかしたら何年後かにまた投稿するようになるかもしれないし、まあ、そこは分からないんで、杉山のチャンネルのファンの人からしたら、まあ、ちょっとなっていうところがあるかもしれないですけど、まあいろいろ事情はあると思いますんで、まあ、YouTube やってるとデメリットの方もあるにはあるんで、そこは仕方ないのかなと思います。次の話が小中学校の同級生の女の子の話なんですけど、インスタグラムで僕の友達がフォローしてたんで、インスタグラムに僕もフォローしたんですけど、なぜか僕だけフォロー許可が返ってきませんでした。僕の友達に保護フィルム貼れない男がいるんですけど、彼だけなぜか相互フォローされてたみたいで、同じ小中学校の同級生なのに何の違いなんだっていうそんな話です。で、次が一番話したかったことなんですけど、僕の欲しかったものがついに届きました。はい、ピークデザインさんのカメラストラップです。これがめちゃめちゃ高かったんですけど、どうしても欲しくて買いました。これがどういったものかっていうと、これ僕の一眼レフカメラなんですけど、こんな感じでここのロックがあるんですけど、これでこう長さをこう自由にこうすぐに変えることができて、すぐにこう構えることができるんで、すごく高かったんですけど、やっと買う決心ができました。はい、ということで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。